方に来てください。これ使う、はい、もう完璧練習してきたのに、うん、大失敗しちゃった。見える、こんなちっちゃい字で。ありがとうございます。はい、じゃあ姉を待ちます。はい、ありがとうございました。私はですね、あ、ちょっと待って、今日何時からだったっけ、私の時間ちょっと忘れちゃったけど、何時って書いてある、1時から私のまた枠が始まるんですけど、はい、お待たせしました。その前に私と姉で、何回目これ、2回目3回目、うん、3回目、3回目だよ、すごい。ちょっとごめんなさいね、私もバタバタしちゃって、はい、今日ね寝坊したの。あ、そうなんだ。そう、あの親が迎えに来てピンポンされて起きて、はい、だからそこから 2,30 分で急いで準備してきたんで、はい、バタバタなんです。今日私たち、はい、あのこの辺りから見える黄色い派手なテントで出店をしてて、はいはい、今さっきやっとお店のものが並べ終わって、はい、あ、そうなんです。そうなんです、だからオープンから40分ぐらい遅れてお店が出来上がりました、はい、ちょっと朝からバタバタで、だもんで母もね、ちょっと声出しとかも一切せず上がったから、はい、途中で声出なくなっちゃったんだろうね、うんうん、しょうがないね。なんで、はい、3回目なんで、もういい加減完璧な歌声を広めできるだろうと思いきや不安です、はい、なんだかんだ毎年練習量少なくなってるもんね。合わせ練習は今日2回しただけだね。2回合わせただけだ。でも試合だからなんとかなるだろうと思っちゃってる、はい、あうんの呼吸でやりましょう。そうなの、練習しなくてもできるんだぞってところを見せましょう。はい、そうしましょう。はい、はい、歌いますか。じゃあそうですね、はい、アナと雪の女王の2かな、はい、2、違う違う、2じゃないよこれ。え、2が公開された時じゃないの、別作品の時の同時上映のだっけ、わかんない、同時上映でね、ショートフィルムがアナ雪って何作品かあって、そうそうそう、3個ぐらいあるんだね。そうだね、3作品あるんだよね、うん、そうそうそう、オラフだけが主役だったりとかいろいろある中で、はい、これはクリスマスの、初めてのクリスマスをお祝いする話の中で出てくる曲です、はいはい、なんで本編ではかかってない曲だから、うん、あの知らない方も多いかもしれないんですけど、まあ、音楽聴くと、あ、アナ雪っぽいなってなる感じ。確かに、ね、アレンデールに来たなっていう感じ、ザ・アレンデールって感じの曲です、はい、で、あのストーリー知ってる方はなんとなくわかるんですけど、今まであんまりクリスマスのお祝いを家族でできてこなかった人たちがお祝いしてるんで、うん、初めてだわ、今日は初めてのクリスマスなのっていうワクワクを楽しめるような歌になってます。はい、はいはい、で、本編の中で出てくるお姉ちゃんのエルサを私が、はいはい、で妹のアナをユリナが、まあ、姉妹そのままでね、前はね逆でやってたんで、反転させて、ね、姉を妹がやり、そう、妹を姉が歌う、うんうん、やったね、はい、でも今回は普通にお姉ちゃんと妹っていう風に歌いたいと思います、はい、ます、はい、じゃあ歌いましょう。はい、それでは聴いてください、はい、お祝いの鐘。内緒だろこの素敵なパーティー、もうすぐ鳴らすの、今年はクリスマス告げる鐘を、最高のお祝いよ、初めてのおめかし、時が経つのを忘れる喜びに満ちたこの日、慣れて初めての
けたが緑じゃん、はい、私の楽譜見て、なんで今日続けたが赤色なの。今楽譜2枚やるんだよね。そうそう、今楽譜2枚やって、ちょっと後でさ、裏でさ本編見てどっちの組手が動いてるか。いやいや、絶対やってるって。うちだってこれだって去年歌ってたんだもん。確かに嘘だ、絶対合ってるから。で、私去年これ見て歌ったはずだよ。え、やばって。え、去年もこれだったの。みんなが歌うパートだったのか。あ、そういうことね。ちょっと来年はみんなにこのパートを覚えておいてもらおう。絶対ここじゃないんだな。この時を待ち続けたって最後の方の歌詞を覚えてる。好きなんだけどな、私。この時を待ち続けた。そう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 。ごめんなさい、ごめんなさい、私だと思う。後で確認します。本編見ます、はい、見ましょう。どっちだったのかを気になる方はよかったらテントに遊びに来てください、はいはい、よろしくお願いします。お、はい、終わりですか、時間的には。はい、終わりですか。はい、あっち行けばいるよって喋る、最後。はい、最後に最後にちょっとだけ挨拶だけしましょうか、はい、ハッピートイボックスと言います。はい、そこに黄色い 1,2,3 店舗目、うん、ちょうどそこから 1,2,3 店舗目のとこに私と、はい、私春湯もいます、がいます、はい、でもうちょっとしたらレイルッカさんという、はい、私たちのお友達の布小物を出店してくれるとこ、合同出店です。今日は来ます。はい、以上ですか。そうですね。はい、普段のことは言わない。大丈夫です。明日のことは、あ、明日、そうだね、金山人間マルシェを振り返って、年内最後のマルシェはこんな感じでしたっていうのを、うん、マルシェ翌日、明日、日曜日の夕方から生配信で、振り返りをします。ハルユっていう風に YouTube で検索してくれるとチャンネルが出てくると思いますので、よかったらそちらで見ていただけると嬉しいです。チャンネルわかんないよっていう方は名刺を持ってきてるので、よかったらチャンネル教えてくださいっていう風に言いに来ていただければ、チャンネルの載った名刺をお渡ししますので、よかったらそれだけでももらっていってください。よろしくお願いします。以上でよろしいですか。はい、はい、ということで、ハッピートイボックスゆきちゃんの枠にハルユとゆりなでお邪魔しました。ゆりなはこの後また別の時間にも登場するので、よかったら引き続き楽しんでってください。最後に長男の RYO リダクションが、はい、出ます。かっこいい、めちゃくちゃかっこいいステージをしますので、ちょっと時間遅めですが、よかったら最後まで、最後まで、うん、見てください。はい、それではありがとうございました。